はい、酒好きな俺の日常が始めていきたいと思います。今回は、第3のビールですね。限定醸造、素材一品です。これがイオンで売ってましたね。アルコール度数5%。国産麦芽使用。と書いてあります。これは札幌ビールですね。でも、第3のビールで限定醸造っていうのは、なかなか珍しいんじゃないですか。ね。一般的になんか、ね、生ビールとかね、まあ、そこら辺が多いんですけどね。でも限定醸造してる割には何にも、なんか良さっていうか、コンセプトみたいなのが全く書いてない。一体なんで限定醸造したんだって。素材一品。新ジャンルビール、素材一品、イオン限定販売。税込み100円だって。乾杯。ちょっと待って。これは現在、これね、リキュール、過去発泡性なんで、多分美味しいと思います。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦と糖類。そしてスピリッツ、かっこ大麦となってます。これは安定だ。安定のうまさというか。結構美味しいですね。この前飲んだ、喉越し生に比べると全然うまいね。本当に。あ、うまいわ。これ100円か。これ美味しいです。これ美味しいですね。どう美味しいかっていうと、苦味がある。苦味があり、結構ビールに近いかはまあわからんけど、ね。結構美味しい。苦めの。コクもそれなりにあるね。香りもしっかり麦の香りもしますし。これは美味しい。びっくり、びっくり。まあ、なんか書いてありましたね。世界的に評価の高いチェコ産ファインアロマホップを一部使用だそうです。これは美味しい。これは第3のビールにしたらかなり美味しい部類ではないかと。俺の中では思いますけど。まあ、限定か。限定販売ですけどね。仕方ねえか。まあ、ここまで。まあ、うまい。まあ、ここまでって、まあまあ、でも、第3のビールだったら、
かなりうまい部類ではある。しっかり麦の香り、味が生きてる感じはありますね。まあ、第三のビールにしてはよくやったというとこでしょうが、美味しい。そういえば今日、俺サッカーに興味ないんであれなんですけどね。サッカーの、なんだ、あれは、なんだ、オリンピックがありましたね。全然知らなかった。知らなかったっていうか、興味なくて。でね、なんか、会社でね、飯食ってたらね、なんか誰かに、女の人にね、日本勝ちましたかとかって聞かれたんですけど、いや、わかんないですって、わかんないですって言ったら、なんか、とか言って、なんか驚かれましたね。いや、興味ねえからわかんねえんだけどって。むしろなんであんなに熱くさ、サッカーごときでさ、なんか熱くなれるのかがわかんないんだけど、そんなに好きなんだったらサッカーやればいいじゃんって。ねえ。わざわざ観戦、サッカーの観戦が好きなの、サッカーの観戦が好きなんだったら、ねえ、いや、どうなんですかね。普通にサッカー実際やった方がいいんじゃない？サッカーの観戦が好き。だけどサッカーは嫌い。みたいな。それ何なのって。にわかかよって。ちょっとにわかすぎねって。ね。ちょっとおかしいだろ。そんぐらいさ、好きなんだったらさ、実際にサッカーやれよ。十分やった方が面白いと思いますよ。そこまで好きなんだったらね。ただ単にさ、ね、スポーツさ、見てるだけとかさ、観戦してるだけ、テレビで見るだけ、そんなに、で、なんか熱く語ってくるからさ。なんか、で、そのくせなんかさ、言うだけ言うよね、なんかね。あそこでああやればよかったとか、なんとかさ、言うだけ言うんさ、口だけ。実際お前何もやったこともねえのにさ、ほんと口だけ達者だよなーって思いますね。お前サッカーじゃやったことあんのかよって。そんな詳しい人間でねえよって。プロにお前が口答えするような、ねえ、もの一切ないと思いますけどね。と俺は思いながらね。バカだな、こいつらとか思いながら。ほんと、なんもわかってねえのなって。そういう人間多すぎですよね。とりあえず口だけ言うだけ言ってさ、あれこうした方が良かったとかさ、あれがダメだったよねとかさ、もっとああすればいいのにとかなんとか、口だけ言うんですよね。お前は感染してる分だけなのにさ、実際サッカーとかなんで、どうせやったことも
ねえ、ど素人のくせにさ、とりあえず言うだけ言うんだよな。ああいう人間ってな。本当にアホだと思いますよね。そうは思いませんか？ね。ほんと口だけ達者なんだから。ああいう奴らって。じゃあお前実際やってみれやって。実際やってみたらわかるぞって。少なくともプロなんだからさ、お前らの考えてることぐらいさ、当然わかってるっつうの。ど素人がさ、考えるようなさ、あそこはダメだったねとかさ。な、机上論じゃねえか、ただの。バカじゃねえのって。本当にさ、にわかがさ、よう吠えるわって。ね？思いますよね。本当に。もうバカだなと。俺は全然そういうことは言わないんですけどね。あれやった方がいいなの。これやった方がいいなのさ。あれこうやったからダメだったんだよとかさ。よく言うじゃん。ね、お前見てるだけのくせに、偉そうにさ。そんな言えたが、立場じゃねえだろって。ね、本人たちはしっかり頑張ってんだからさ。ね、プロでさ、ね、あれこれ練習も積んでさ、日本のさ、ね、国旗背負って行ってるわけなのにさ、そりゃねえだろって。素人目線でさ、ね、ほんとよく言えるわって。まだサッカーかじったことあるやつで、ね、かじってる人間が言うんだったらね、まあ今現在サッカーやってる人間とかだったらまあ、ね、吠えてもいいかもしれんけども。もうなんもさ知らんようなさ、現在、ね、今日言ってた女の人はね、35歳ぐらいか ?40 ぐらいか。の人間がさ、ねえ、なんか他の女とさ、友達と一緒になんかさ、なんか、あれやった方がよかったよねーとかさ、抜かしとんのよ。マジアホかと。本当に。お前らサッカーもやって、やったこともね、何年何十年もやったことねえような、すらしてさ。本当にさ、ああいうのって、ね、そこら辺考えないのかね。やってる本人の身にもなって考えろよって。とりあえず言うだけ言ってさ、別に勝ってもいないのにさ、ボロクソなんかさ、言うだけ言ってさ、なんか、負けたらさ、なんか、ボロクソ言いやがるやつ。本当にさ、勝ったら勝ったでさ、喜ぶくせしてさ、負けたらさ、ボロクソ言いやがるやつさ。ね。まあ、俺はちなみにサッカーは全く大嫌いなんで、一回もシュートも入れたこともないし、シュートも入れたこともないというよりも、シュートのキックすら、まともに蹴ったことすらないという。どころか、
ボールにすらまともに蹴ったことない。ボール自体蹴ったこと、試合でまともに蹴ったことすらないような人間ですからね。まあ当然、そんな人間がね、そんなね、あれしたらよかっただの、どうしたらよかっただのなんて。まあ僕は言わない人間なんで、あれですけど。まあスポーツは基本全般嫌いです。ただ、ゴルフと、卓球だけは好きですね。まあ、好きって言っても、まあ、卓球は俺中学時代3年間卓球部してましたんで、あれなんですけど。まあ、卓球もね、だいぶね、まあ、ルール変わって、最近見てないからわかんないけど、俺がいた中学の時も、何回かルール変わりましたからね。ボールの大きさ変わったりとかね。大きくなったんですよ。まあ今どうなってるか知らないですけど。俺が中学時代にボールが大きくなって、一回り大きくなって、ね、なりまして、あと何変わったんだっけな。ダブルスか。卓球のダブルスでね、最初のサーブを入れる？ごめん、わかんないけど、ルール変わったんじゃなくて、もともとあったのかな。まあ僕もダブルスとかやったことあるんですけど、なかなかね、ダブルスはちょっと、結局テニスみたいに広いコートじゃないんで、ね、狭いところで二人でね、交互に打たなきゃいけないっていう。卓球はテニスと違ってね、右の人が打ったら次左の人が打たなければいけないみたいなのないんで、卓球は交互に打たなきゃいけないんですよね、ダブルスの場合ね。つまり、右の人とか左の人っていうか、まあ、右の人が仮にいたとして、その人が打ったら次別な人、もう一人の人が必ず打たなきゃいけないんですよ。つまり、必然的に、狭いところで打ったら逃げて、次その相方が打ったら、出て、みたいな。結構忙しい。狭っちいからね、邪魔臭くてね。だからこう、打って、引っ込んで、後ろに引っ込んで、またその人が打った、前の人が打ったら前に出て。だからこう、回転する感じなんですよね。後ろ出て、前に出て、後ろ出て、前に出て、みたいな。だからスムーズにこう、回転しながら、二人で回転しつつ、こう、打っていくみたいな感じなんですよ、卓球って。なかなかね、ダブルスはめんどくさいです。しかもサーブがね、まあ、自分の見た方向から見て、テニスコートみたいな感じの、ね、相手側の、自分から見て、左の方にね、いわゆる真ん中から左の方に、サーブを入れないと、ダメなんですよね。あと自分のコートだと、右、真ん中から右に、まず最初に、ボールを着地させて、そこからバウンドさせ、ネットを越えて相手の左に落とさなきゃいけないんで、こう対角線の、ね。方にこうサーブを打たなければいけない。っていう。まあ、テニスでもありますよね。最初のサーブはね、テニスの方があれか、狭いか。ね。
ありますけどね。まあ、ダブルスは少々めんどくさいんで、俺はあんま好きじゃなかったですけどね。うん。まあ、シングルは、一番、特に、ね、そんなめんどくさいルールもないんで、あれだと思いますね。うん、まあ、ということでございました。と。まあ、とりあえずね、にわかのね、口だけのやつが多いっていう話です。うん。皆さんもね、そういう人間にならないように。うん。ね。した方がいいと思います。これ結構美味しいんで。ここ四つ星にしとこうか。ね。まあそういう人間がね、よくいますからね。ちょっと見てみてください。ね。結構いると思います。周りにね。口だけ野郎がね。ということで、コク4の甘み3。香り4のおすすめ4です。ご視聴ありがとうございました。